違う資料の作品がありまして、まずこちらのシルバーのものがデューンという今年始めた、ペインティングのシリーズで、ダイレクションというペインティングのシリーズがあって、それはボトルから絵の具を流して、キャンバス、垂直のキャンバスを流れた後の帯になっていくんですけど、このデューンというシリーズはキャンバスが水平の状態で、そのダイレクションの使った廃液みたいなものがずっと溜めてあるんですけど、それをいろいろ混ぜ合わせて床に流して、それを乾かしていろんなテクスチャーとかランドスケープのような絵が作っているんですね。なのでデューンっていうのはこう砂漠とかそういうランドスケープのようなイメージでタイトルをつけたんですけど、そういう気象現象とかランドスケープと気象が連動して、それを上から眺めているような感覚になるペインティングを目指して作りました。ちなみにその、さっきの下が見ている側のパビリオンデューンというシリーズの、赤いドローイングが書かれています。これは炎の